はい、どうも。今日はね、ガスレンジが来ましたね。ガスレンジ、あと自分の家から、なんだっけ、電子レンジとオーブントースターで冷蔵庫、そんな感じで晩酌始めます。はい、どうも。それじゃあ疲れたからいっぱいいただきます。セブンイレブンから買ってきました。よいしょ、よっ。ああ、疲れました。お疲れ様です。今日は肉豆腐、壁ね、もう何度も何度も拭いてもね、真っ黒、心折れます。折れました、何回も。この幅で4枚しかまだ拭いてないんですけどね、4枚。もうえらいこってすわ、ほんまに。もう普段重労働してへんからね、体に応えます。でもまあその分ね、お酒も美味しいですけどね。薄揚げとか厚揚げとか豆腐大好き。これはもう壁拭くのだけで大変ですよ、これ。ドロドロ、昔なんかのドロロンエンマくんっていうね、漫画ありましたけどね。まあ全く関係ない話ですけど、もう腕が痛いですわ。ポン酢、さっきあの見たでしょ、壁、大家さんにね、大家さんにあの許可もらってペンキ塗っていいですよって言われたんでね、まあ、ちょっと黄色く塗りましたけど、あとあそこのとこにね、あの居酒屋吉川劇場ってね、あの黒いペンキでね書いたら入るかななんて思ってますけどね。まあなんかあの知らんけど、僕がこの鍵もらってから天気がものすごい不安定なのね。天気も不安定、私の情緒も不安定なんてね、まあしょうもないこと言いながら、でもまあ徐々に徐々にではありますけど、形がねできてきてますんでね。今日は11月の12日ですね。あの札幌におるあの吉川博さん、うちの兄貴ですけどね、62回目の誕生日です。おめでとうございます。もう絶対俺より長生きしてや、よろしく。もう兄貴博って言うんですけどね、死んだらもう俺だけですからね。寂しい、まあそんなんでね、明日も掃除掃除掃除三昧、なんかそんなのあったよな。あ、寿司三昧、寿司三昧や掃除三昧、そんな感じでやっていきます。それでは皆様お疲れ様です。